チャオ、あーちゃんです。ちょっと、お掃除終わったっていうか、ちょっとだけね、あの小場の掃除も終わったけど、上の部屋も掃除するのにね、ゴミ袋がゼロなんよ。買いに行きましょう。ゴミ袋だけちょうどいい。ちょっといろんなもの欲しいから行きましょう。諸葛ゲーム戦です。11時45分、どこ行くかな。よし、先道の駅から行こうか。しんど。なんかね、カメラ止めてからもちょっといろいろ触っとことどうしようってね、疲れた。カメラで待ってとか吐き掃除だけやけどね。今日すっぴんやからな。なんかずっとメイクしてた。すっぴんがすごい気持ち悪い。掃除して汗かいたらさ、なんかメイク崩れそうで嫌やん。なんかせえへんかった。買い物で帰ってくる前ぐらい帰ってくる前、ちょっとまたね、ちょっと整えてみて、うーん、だんだん細なりになってきてさ、道の駅行って、即位しました。ちょっと行ってきます。お財布だ。よいしょ。ちょっと見てくるわ。よいしょ。髪の毛がくしゃくしゃ。安全運転を心がけましょう。ローソンでね、ちょっとネタを仕入れてきました。ネタって言うな。はい、ちょっと面白いものがローソンから出たって聞いたからさ、買いに来たのよ。でね、ちょっと今日のほっこりした話、あっちゃんいつも最近ね、ルール決めて、ね、こうなんていうの、10円以下、以下じゃない、100円以下、10円玉関係は、から下は全部寄付に入れることにしてんねんね、今ね。で、それルールを決めてやってんねんけども、だいたいこうお釣りもらってありがとうございましたってチャリチャリンって言ったら何も言わへん店員さんで、今日のローソンの店員さんね、ちょっとおっちゃんやってんけども、チャリチャリンって ありがとうございましたお預かりさせていただきますって言った。その一言すっごい嬉しくって、いや、なんか、すごいなんかこう心こもってたなって、それも多分ね、おっちゃんね、マニュアルで言ったんじゃなく自然と出たやと思う。なんかちょっとほっこりしたっていうか感動した。その人間ってさ、一言の言葉なんよね。ち
ちょっとした言葉でこう感動を持つし、ちょっとした言葉で腹も立つっていうのはね、もうなんかね、こうみんながこう協力し合ってるって感覚になれるんよね。なんか偉そうなこと言うけども、ここか、この鈴木のでっかい車の横にね。何やろ、何ちゅう車やろ、何でもいいや、ちょっとスーパーも入れてきます。海袋かい。できました。いろいろっていうほどでも買ってないけどね、1000円分ぐらいしか買って、いでね、まあゴミ袋を買ってきたのよ、ゴミ袋よいしょ。で、あとね、スーパーモリカの加工品とか、スーパーモリカで作ったやつ、エイヒレの煮たやつ買ってきて、エイヒレじゃない、エイ煮たやつ買ってきて、エイってなんかコリッコリしててコラーゲンたっぷりで、お正月になったらうちのね、白バーガーを作ってくれたの白バーガー作ってくれてんけど、それがね、お正月になったら2日の日にお母ちゃんの実家の実家っていうかね、まあおばあちゃんのところのうち行って、エイの煮たやつを食べるのが好きやってん。で、2日の夜泊まった時に、まだ2日でご飯、おせちだからご飯出へんんだけど、で、3日の朝お家帰ったり、まあ、みんなのいとことかどっか行ったりするんだけど、で、4日の日とかにご飯炊くから、その日にまた行ってご飯にエイの煮こごりみたいな、エイって煮こごりできるんよ、あれをかけて、ちょっと半生臭いねんけどあれが好きで、エイのコリコリした食感とね、ねえねんけど、うちお父ちゃんがエイあんまり好きじゃないから、うちでは作らへんねんうちで食べられへんからね、懐かしいなと思って、エイの煮たやつ売ってて買ってきて、200何倍だよ、それとね、うまいか、サキイカを揚げたみたいなやつ、うまいかで、ね、結構ホルモン付けして100円やったね、パックで、だから買ってきた。でもスーパーもなんか手作りやつ使ってきて、あとね、何買ったっけな、帰ってまたちゃんと紹介するけど、みかんとか人参買った、人参だゴミ袋がね、500円するからね、やだわ、もうゴミ袋高いわ。ドラッグね、カイロ買いに行くね。うち子供が寒いからカイロ欲しい言って、で、春カイロ渡したって、だから春カイロってみんなずっと何も言ってんかって、ずっと春カイロ持って行ってたのに、おとついの夜かな突然言い出して、春カイロじゃなくて普通のカイロないのって、なんでって言ったら、春カイロなんか持ってんの俺だけやでって、おじくさいみんな普通のモムカイロやねん。いや、モムカイロって何やねんって。貼らないカイロ買えた、って言うから、そうなんて。じゃあ、モムカイロ買うてくるわ、言うて。箱で買うといたら、じゃあ、ちょっと行ってきます。で帰りましょう。なんで毎日ってことないけど、いつも乗ってる車で、あとまず背伸びたか。今日はね、カメラ回しっぱなしやから衝撃的映像が撮れてしまった。でね、もう町内周りやから一本で撮ってカットカットカットでしょ、もうでもブッツブッツブッツって切ったら、こっちとこっちのなんだ。
動画のスタート合わせがめんどくさくて、面のスタート合わせて、またスタート合わせて、スタート合わせて、で、あっちゃん画面をギュッて縮めてって、それが結構手間な作業なんで、一本バーンと取っといたら、ギュッて一つにしといて、プツ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 で終わり。今日は超ミラクル注射をお見せしましょう。ご期待ください。一発でガレージにピタッと収めます。おう、いやー、何時だ、もう昼過ぎてん。朝ガレージ片付けんのに半日かかった。まだね、半分やから半日やねあと半分片付けあと半分ね、みきちゃんのもんもいっぱいあるしね、あこにね、ぶら下がってる BMW もそうかな、あれ売っちゃおうかな。爪割れたし、いろいろといろいろとありますわ。いいな。あと2と、ここ探してね。これ4時間目になるのか、12時やったら。この時間のマラソンはしんどいやろな。ご飯食べられなくなるやろな。あっちゃんのガレージ一発注射何の前振りやって、さあ行きます。はい、完了ですでは、帰ってきました。またね、バイバイ。チャオ、あっちゃんです。今日朝から町内くるっと回って買ってきたものを紹介します。まず、スーパーモルタで買ってきたもの、これがメイン、市のゴミ袋。8度あんのか、結構あったかいね。はい、キノコビューブロ500円です。高い高い。はい、で、人参5本入って50円、安いです。宇田市見習え、はい、みかん粒揃いじゃない、ちっちゃいみかん、大きなみかんゴロゴロ入って150円です。安いね、宇田市見習え、うまいか、スーパーモリカで作ったマイカ、100円、これめっちゃ安いと思うのよ。いつも200円とか300円でもうちょっと入ってんのかな。これ100円安い。子供と一緒にまた帰ってきたらおやつに食べましょう。で、これね、お買い物途中で話した、えい、ほら2個凝ってるでしょ、逆さまにしてもほら汁が流れへんえい、楽しみです。ちょっとこれお昼ご飯で食べようかな、ちょっとだけね。はい、子供にも食べさせてあげよう。うん、食べるかどうか分からない。ちょっとね、味が、うん、子供どうかな、好きかな、どうか分からへんね。コリコリしててね、ちょっと癖があってね、うちのいとこ連中も、好き嫌いやって、食べるやつと食べやへんやつが多いね。あっちゃんは好きでよ、食べててんのにね。あっちゃんちょっと味覚、みんなと違うからさ。はい。で、次。道の駅。ね、道の駅で買ってきたもん。店そんな買わへんかったんだけど、からしな。からしな120円。わさび菜じゃなく、からし菜を買ってきました。と、超ぶっとい裏金ごぼう。70円。安いでしょ。裏金ごぼう買ってきました。で、自然薯。自然薯200円の自然薯。なんかね、産業人の足みたいな自然薯。はい。以上を道の駅です。で、東洋薬局で、ティッシュとトイレットペーパー買ってきてんけど、ね、ジップトラックシャワー、東洋薬局は、ねえ、そうだよ。
トイレットペーパー、うちはねシングルじゃなくダブルやね。シングル嫌いでさ、ダブルをいつも使うんだけど、うん、ダブルのトイレットペーパーを買ってきたのと、ティッシュペーパー、箱ティッシュペーパーね。すぐ鼻血出すからさ、子供。なんかティッシュペーパーはこうどこでも手の届くとこ置いとかんと、ないない言うとらいのに鼻血だ出てくるから。ね、で、子供に頼まれて貼らないか、カイロ。あっちゃんは貼るカイロが好きやねんけどね。うん、おじくさいとか言うよね。で、あとローソンで買ってきたものは、もう紹介しとくかな、ネタ系なもの、ローソンでね、新発売した恵方巻きポテチ。恵方巻き、鬼が来ないように食べましょう、鬼が来ないじゃ福が来るように食べましょう。あとね、悪魔のシリーズの悪魔のトーストと悪魔のパンっていうのが出るかな。これ紹介できるかどうかね、子供と一緒に食べようかなもんね。1個ずつしか売ってなかったの、だから1個ずつ買ってきたね。とりあえず食べてみたいし、レビューしたかったんでね、買ってきました。はい、っていうのが以上、大浦の街をくるっと回って買ってきたものでした。またね、買い物紹介最近あんまやってないけど、また買ってきたもの紹介したいと思います。最近やってるんじゃないかね、昨日買ってたやつまだ取ってないんだけど、今日取ろうかな。まあ何本か使ったんやけどね、まだいっぱい買ってきてるんで、それも取って紹介したいと思います。お買い物紹介結構喜んでもらえるんでね、需要があるんでまた取ります。はい、いうことで、もうお昼12時30分なんで、ご飯の準備ちょっと今日早いけどね、いつも1時ぐらいだけど、まあ、早くってもお腹が減ったから食べます。お掃除したらお腹が減るわ。ではまたね。今日のあっちゃんのお買い物良かったよと思って、庄内のお買い物動画良かったよと思って、高評価、応援コメント、チャンネル登録してくれたら嬉しいです。ではまたね、バイバイ。小札町安いんで、ぜひ一回に来てください。